どうも大瀬秋葉でございます。いつもありがとうございます。さあということで今日も早速やっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の音楽アーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといったチャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方は最後まで見ていただけますと幸いでございます。はい、ということでですね、今日はですねちょっといつもと、違う感じで、今まで名盤とかご紹介してきたんですけども、まあ、ちょっと違う感じで、でもめちゃくちゃ久しぶりにこういう動画という形で解説というわけじゃないですね。どっちかというと今日緩い動画になると思うんですけども、浜田省吾さんをね、取り上げようかなということで思いまして、それでね、今回は、浜田省吾さんの、タイトルではね反戦歌というか、そういった、プロテスト色の強いメッセージを放つですね、まあ、ロックナンバーであったりとか楽曲っていうのをですね、まあ、今回ご紹介しようじゃないかと思いまして、っていうのもなぜこれやるかっていうとですね、まあ、今まで僕は、浜田省吾さんの、歴代のアルバムをね紐解いてきたりとか、シングルを紐解いてきたりとか、去年は僕は、浜田省吾さんの歌をカバーするライブをですねツイキャスで行ったりしてですね、まあ、浜田省吾さんといえばいろんな楽曲、アルバムからシングルまで全部紹介してきたつもりではいるんですけども、改めてですね今こういったご時世ですよね、ロシアウクライナ問題なんかがすごく顕著に、騒がれている、まあ、本当にこう戦前と言われてるんじゃないかと言われる、まあ、そういうね、まあ、時期でもありですね、こう混沌と世界が、なっている、まあ、そういう時だからこそ聞きたい、まあ、浜田省吾さんのそういう反戦とか、そういった、ラブ&ピースじゃないですけどもね、そういうメッセージを放った楽曲っていうのをですね、ぜひ皆さん今だからこそ聞いてほしいという楽曲を、特にこれは知らない方向けに、なんかご紹介しようかなということをちょっとね思いまして、この動画を、撮ろうかなと思います。僕の、動画をいつも見てくださる、方からですね、一つ のニュース記事が、紹介されましてね、こんなのありましたよということでね、それを見てね、なんか僕もああそっかと思ったんですけども、その社会派浜省が求められる時代がまた来てしまったというね、まあそういうニュース、まあそれだけじゃないですけどね、なんかやっぱり浜田省吾さんのそういったメッセージ色のある楽曲というものが、まあ改めてこれ聞かなきゃいけない時代になってきたんじゃないかと、まあいうことですよね。まあ浜田省吾さんの楽曲ってね、まあもちろんですね、まあラブソングとかもあるしね、まあ人生を語る歌もあるし、ただやっぱり特徴としてはそういった社会派的な、まあその反戦反核、それからまあ平和であったりとか、まあ格差であったりとか、あとまあ原発であったりね、まあそういったものっていうのがまあ結構多くあるわけですよね。でそういった時にやっぱりこの記事ではですね、まあ浜田省吾さんっていうのはこういろんなラブソングとかに合わせて、そういった戦争などのテーマ、日米関係のテーマなどを果敢にかつ辛辣に歌い続けてきたということを、まあ、評価してるんですよね、この記事ではね。まあ、言われてるのが、まあ、そのロックンロールというのは、まあ、確かにそのなんか、政治的なことをね、放つというのも一つのロックの形であると。ただこの記者が言ってるのが、政治を歌うのがロックではなく、政治も歌うのがロックだということを言ってるんですよね。でまさに浜田省吾さんってそういった、まあ、その政治も歌うという部類になる、わけですよね。で最近僕はまあ、前回の動画で岡林信也さんの私を断罪せよというアルバムをね紹介したんですけども、まあ、僕なんかはよくその関西フォークとかプロテストソングっていうのをね結構まあ聞くので好きなんですけども、ただやっぱりですね、僕が思うのはやっぱりこの浜田省吾さんが唯一無二だなというふうに思うのが、そのプロテストソングとか関西フォーク、それこそまあ岡林信也さんとか、まあね、まあ高橋智也さんもそうかもしれないですよね。ああいったものっていうのは僕はどちらかというと今だから聞かなきゃいけないということで、まあそのプロテストソングってまあ当時のフォークの一つの時代の象徴としてのムーブメントだと僕は思っているんですよね。まあ今日語り継がれているということなんですよね。だからこそ僕は今聞きたいフォークソングとかね、プロテストソングっていう形で紹介してるんですけども、やっぱりそういったフォーク界隈のプロテスト色が強い人たちよりもやっぱり浜田省吾さんっていうのはリアルタイムでもう何十年も歌い続けてきてるということなんですよね。それこそが僕は浜田省吾さんの唯一無二なところだと僕は思っているんですよ。やっぱり浜田省吾さん自身もまあ広島ということもあるし、学生運動を当時見てきたということもありますよね。まあ、これは入門編の動画リンクに貼ってあるのでそちら見ていただければと思うんですけど、生い立ちについてはね、まあ、そういったまあ背景なんかもあり、その自分の体験とか自分の感受性というものをこうしっかり音楽に落とし込んでるんですよね。でやっぱりね、他の人と違うなって僕が思うのは、あとですね、フォークソング、プロテストソングとかのフォーク界隈の人たちというのはそういった反戦反核とか戦争の惨劇といったものを割とリアルに生々しく書いたり、あとこうユーモアにですねちょっとこう皮肉るというかね、そういうところが僕は見られるなと思ってるんですけども、浜田省吾
吾さんというのはどちらかというと僕らという対等の人間としてその状況、その反戦とか反核とか悲惨な状況っていうのを、まあ、その日常に僕は落とし込んでくれるというかね。だからこそ聞いてる我々、視聴者側からしたら自分事として捉えることができるんですよね。そういったものが、あ、俺らもこんななんか世の中戦争とかね、なんか歌にはあるけども、そんななんかのうのうと生きてていいのかと。のうのうとっていうか、まあ今日本もね、平和ボケなんて言われます。まあ豊かになって情報もたくさんある、こうやって発信することもできる。だからこそ、でもそれだけにこう鵜呑みにしてるのではなく、もっとね、社会とかを考えなきゃいけないフェーズに入ってきたんじゃないかと僕は思ったりするんですよ。だからこそ浜田省吾さんの楽曲っていうのがより身近に感じるからこそ、まあ今の時代に聞かなきゃいけないのかなというふうに感じますね。あとやっぱりですね、まあその浜田省吾さんは日常に落とし込むということも言いましたけども、それと同時にですね、ものすごい力強さとかリアリティ、嘆きとか怒り、そういった感情、五感っていうのがもうこの反戦歌というものにかなり混ざってるんですよね。僕はそういった意味でも、まあよりね、我々に分かりやすいと同時に、その浜田省吾さんなりの感性っていうのもですね、結構むき出しになってる曲が多いと思うので、ぜひですね、聴いてほしいなというふうに思います。まあなんかやっぱりこの反戦歌とかっていうのがね、結構こうムーブメントになったのがやっぱり60年代後半から70年代とかですよね。まあそのプロテストフォーク、関西フォークというものがあって、そこからね、まあ徐々にこう高度経済成長などで日本がこうね、良くなってきて、それでまあ大敗的になっていってという、そこでまあある意味こう戦争というか、まあそのデモ運動がこうね、下火になったことと同じように、このフォークソングとかプロテストソングというのもかなり下火になっていったという状況があるんですよね。でもやっぱり浜田省吾さんは、それが70年代になろうが80年代になろうが90年代になろうが2000年代になろうが、そういった戦争であったりとか、まあ我々身近に潜むその平和ボケということを危惧してですね、ずっと歌い続けてる唯一無二の僕はシンガーだと思ってるんですよね。はい、ということで、今回はちょっと曲をね、まあたくさんね、浜田省吾さんの反戦を歌った曲というか、まあ平和を歌った曲っていうんですかね、そういうものが結構多いんで、まあ今回は何曲かに絞ってですね、今こそね、ぜひ聴いてほしいというものを数曲ご紹介したいと思います。はい、まあ僕アルバム誌とかやってるんでね、まあそちらもね、合わせてね、見ていただければと思いますけども、ということで、まず1曲目、愛の世代の前にという楽曲ですね。まあこれもね、僕は大好きで、まあこれ一応アルバムのね、タイトルにもなっていて、81年に、7枚目のアルバムとして出されました。これも、アルバム解説でやりましたけども、これはまあこの、もともとこのアルバムのテーマ自体がですね、地球上から核兵器が根絶されない限り、本当のラブジェネレーション、愛の世代は訪れないといった、そういった意図が、組み込まれているということで、まあそれの表題曲にもなっている愛の世代の前にという、楽曲になっております。この楽曲のですね、まあテーマとしては反核とかですよね。まあこの愛の世代っていうのがですね、まあその戦後と戦前という部分をまあ描いてるんじゃないかなというふうに言われているんですけども、歌詞の中で、まあ愛の世代の前の一瞬の光という、これが出てきますけども、この一瞬の光っていうのは原爆のことを言っているんじゃないのかと、いうことを言っておりますね。愛の世代の前っていうのが原爆を落とされる前の世代、そして原爆が落とされて終戦を迎えてからの世代っていうのが、我々の世代たちっていうのが、まあその愛の世代ということを言ってるんですけども、この戦後が終わって日本っていうのは急速に発展してきましたけども、じゃあそれによってものすごく豊かになったけども、そこには一定のリスクもやっぱり潜んでるわけですよね。僕たちっていうのは戦争という重い惨劇のそれらがまあ土台にあって、我々が今、僕もそうですけど含めて生活しているよねということですよね。そういったことを考えると、やっぱりこの戦争とかっていうものの過去の歴史っていうのは、まあこれはないがしろにはできないっていうことですよね。でもやっぱりもう愛の世代になったけども、ただやっぱりまあ世界見るとですね、核問題とかいっぱいあります。北朝鮮とかね、でこの間ロシアなんか核をね、なんかやったとか、いろいろニュースありますよね。核の脅威、まあ核保有国ですからね、そういった脅威っていっぱいあるわけですよね。そう考えると、日本という国だけにとどめるのではなく、世界的に見てもまだ愛の世代は来てないわけですよね。歌詞の中にですね、愛の世代の前の一瞬の光にすり替えられた脆い夢など崩れ落ちていく、憎しみは憎しみで、怒りは怒りで、裁かれることになぜ気づかないのかと、まあいう、そんな歌詞なんかがですね、出てくるわけなんですけども、戦争っていうのはこう繰り返されるというね、ロシアの問題でそうですよね。結局は何も学んでないというかね、結局憎しみは憎しみで、怒りは怒りで、裁かれるってことはもう歴史の中で繰り返してるんですよね。なので愛の世代になったとしても、それでもやっぱり核の脅威もあるし、そして国と国、宗教の問題、いろんな問題が絡み合って争いっていうのは絶えないと、まあそういったことをなんかこう危惧してる楽曲なのかなというふうに思ったり
りします。そして続いてですね、僕と彼女と週末にという曲、これ僕一曲について動画で解説したことがあるんですけども、でこれもね反戦ということで直接言うわけではないんですけども、僕はですね浜田省吾さんの楽曲っていうのはさっき言いましたよね、こうなんか日常っていうものに落とし込むと、そのなんか戦争とかラブ&ピースっていうのが遠いことの話ではなく、割と僕らの身近にある問題だよということに落とし込むのがやっぱり浜田省吾さんと僕特徴じゃないかって言ったんですけども、このね、まあ、僕と彼女の週末にっていうのは、まあ、公害とかねそういった問題が、提起されてる楽曲ではあるんですけども、やっぱりこの戦争とか世の中の争い事の裏側に潜むものって何かって言ったら、自分の身の回りの人たちも被害に遭うかもしれない、そして自分自身も被害に遭うかもしれないといった、そういった恐怖ですよね。そういうものが僕はこの僕と彼女と週末にという楽曲の中にも含まれてるんじゃないのかなというふうに思います。まあ、これはですね、プロミストランドという、まあ、これも核をテーマにしたりとかしてるんですけど、約束の地というアルバムですね、うん、まあ、結構これも社会派的なですね、あの音楽が強い、まあ、アルバムにはなってるんですけども、この、僕と彼女と週末にという、楽曲は、まあ、この語りの部分ですよね、まあ、彼女とドライブに出かけて海で泳いだけども、翌朝彼女が具合悪いといった、その海は汚染されていましたよという、まあ、そういった、テーマになってるような、すごいね、その小説の語りのような部分があるんですけども、こういうのを聞くとよりリアリティに感じるんですよね。でやっぱりこの幸せとか小さな幸福っていうのも、やっぱりこのね核であったりとか、まあ、その公害、これの歌の、まあ、まさにテーマである公害もそうですけども、今起こってるこのロシアの問題だっていつか日本にだってこれ飛び火する可能性もあるわけですよね、うん、そしてやっぱりこのアメリカと日本の関係から取ってみても、そういうことを考えてみても、やっぱり我々っていうのは背を向けちゃいけない遠い国の話ではないということですよね。それによって傷つくのって一体誰なのかって言ったら、やっぱり自分自身であり、そして自分の身近に愛する人であったりとか家族仲間とかなんですよね。だからこそやっぱり今世の中で起きている世界で起きていることというものをやっぱりこうないがしろにしてはいけないと、やっぱり情報として知っといて、その上でちゃんと危機感を持って生きていかなきゃいけないんじゃないかということを、僕はこの曲でものすごく最近ですね強く感じることができました。そして続いてニュースタイルウォーでございます。はい、アルバムは J ボーイですね、僕は大好きな、アルバムでございますけども、まあ、これこそね、まあ、タイトルの通りと、いうことなんですけども、やっぱりですねこの戦争の形態っていうのがどんどん変わっていく、まあ、この楽曲ではですね結構その格差問題とかね、そういうものが新しい戦争の形であるということを言ってますよね。浜田省吾さんも、今までの戦争は具体的に国と国であったりとか民族と民族の戦争ではあったが、新たな戦争というのはテロリストと国家とか飢餓による難民とか核施設の事故なんだろうと思ってますということを言ってます。まあ、ちょうどこのアルバムが出た時期ぐらいにチェルノブイリというのもありましたよね、うん、そういうことなんかから多分反映されている、これが新しい戦争の形だということを言ってるんですよね。まあ、今ロシアで行われてるっていうのは、まあ、国と国との問題ではありますけども、やっぱりそこに付随して、まあ、飛び火するっていうことも考えると、戦争っていうのはですね、まあ、本当にこう姿形を変えてですね我々の脅威になっていくわけですよね。それこそですね、まあ、こんなことを言うのはあれですけども、例えばこの情報っていうのも一つの、まあ、ニュースタイルウォーではあるわけですよね。まあ、その情報っていうのがもう溢れているような、こんな世の中の中で情報格差であったりとか、その情報によって間違った選択をしてしまうとかね、嘘の情報とかね、そういうことがね、まあ、一つの、戦争の形、まあ、経済制裁もそうかもしれない、そしてなんといっても、まあ、新型コロナというものですよね。これは別に僕は自然にね出てきた、まあ、普通の僕はウイルスだと思ってます。特に陰謀的にね、これはなんかこの兵器なんじゃないかということを僕は思ってはないんですが、ただやっぱりこのコロナウイルスというものがあるとないに違って、やっぱ世界の情勢って大きく変わってきますし、このコロナウイルスというこのウイルスがあったことによって争いというのも生まれると僕はやっぱ思ってますよね。それによって、あとワクチンに問題とかね、まあ、格差の問題とかもいろいろ出てくるでしょう。だから戦争というのはこうやっぱりね、年代を変えるごとに、まあ、姿形っていうのを変えていくんじゃないかと、まあ、そんなことをね言ってる僕は曲なんじゃないかなというふうに思ってます。好きな歌詞が、まあ、その貧困は差別へと、怒りは暴力へと、愛は時にあまりにもろく、自由はシステムに組み込まれ、正義はバランスで測られ、 It's a new style war というね、歌詞なんですけども、その通りだなということで思います。愛は時にあまりにもろくということでね、うん、なんかこうラブ&ピースを唱えて愛だとか言ってもね、やっぱりこの人間
間の欲望に勝る愛っていうのをなかなか見出すのって難しいとかね、あとまあ自由はシステムに組み込まれてね、今すっごい自由になってきた、スマホも使っていろいろ発信もできるし情報も調べられることもできるけども、だけどもそういった豊かさの裏側にあるそのシステムっていうものをちゃんと理解しないと、それがいつか脅威になってしまうんじゃないかと僕はやっぱり思ったりします。それこそ今中国とかもなんかいろいろあります、まあ監視社会なんて言われたりしますしね、僕らが安易にこう発信できるからといってですね、あの間違ったことを発信し続けてしまうと、それが後であざとなる ことだってゼロではないわけですよね、うん、なのでそういったことにもやっぱ注意しなきゃいけない。まあその戦争っていうのはいつどの形で姿形を変えて、僕らにこうね忍び寄ってくるかわからないと。一応まあ今回 J-BOY というアルバムを、の中の I New Style War ですけど、まあこの J-BOY って曲も、ね、一応まあ反戦というかそういったテーマ性を秘めているのではないのかなというふうに思います。まあね、このバブル経済とかに浮かれた日本というものを否定的に捉えているという楽曲にはなるんですけども、これはね、まあまあ僕も、入門の動画でも喋りましたけどもね、まあこの歌詞ですよね、やっぱりこの頼りなく豊かなこの国に何をかけ何を夢見ようということを言ってる。まあ J-BOY ってジャパニーズボーイの略なので一応日本のことを言ってるということなんですけども、僕が思うのはその日本ってすごい豊かなのにね、なんかこう年間のこの自殺率とかね、そういうものを見るとやっぱものすごい高い位置にあるわけですよね。だからこの要は一つの国の発展と人間の幸福っていうのが決して結びつくのかというところもあるんですよね。高さの裏側に潜むですね、そういったこうなんか精神的な崩壊というのもですね考えなければいけない。だから戦争っていうのも結局国が豊かになるためにやってるわけであって、ただその豊かさのがあったからといってじゃあみんなが幸せになるかというわけではないんですよね。なんか欲望の先にあるのは結局は人々が心も豊かになるかといったらそうじゃないってことなんですよね、うん、なんかそこが深く僕は捉えることができる歌詞なんじゃないのかなというふうに思っております。でやっぱりこの歌の何がいいかというとですね、まあその J-BOY 打ち砕け日常ってやつを、乗り越えろ悲しみってやつを、受け止めろ孤独ってやつを、吹き飛ばせその虚しさってやつをというね、こういうことが後半にねこう叫ばれるんですよね。なんかやっぱりこう日本っていうのはすごくこうおしとやかで人のことを思いやるというまあ民族だからすごくいいんですけども、やっぱりですねこう自分たちの思想、自分たちはどう思ってどういう風に生きていきたいのかというかね、まあなんか会社に勤めて何年も生きられれば安泰とか、そういった安定思考によりですねやっぱり思考停止になっている日本人が多いんじゃないかと僕はやっぱり思っていて、だからこそ今こそ立ち上がらなければいけない、今こそやっぱり自我のこう思考とか自我の今をどう思ってるかとか、この社会はどうなのかということをですねやっぱりこう個人がちゃんと認識しなきゃいけない、一人一人がしっかりとそういった意識を持って生活するとしないで日本の活力とかやっぱりこの幸せの定義っていうのも変わってくるんじゃないかと思うんですよね。なのでこの最後のね力強いメッセージっていうのがですね、打ち砕け日常ってやつをっていうこういうね力強いメッセージが後半に来てるというこの展開が僕は好きなんですよね。で続いてライジングサンでございますけどもね、これもまあ、大好きな、曲というかね深い曲だと思います。本当これはファザーズサンというね、アルバムに入っていて、アルバム誌でも言いましたけども、これもですねまあその戦争とかねそういったものがテーマになっているわけでございます。特に戦後と戦前というテーマであったりとかね、うん、まあこの収録されているまあブロッドラインというね楽曲、これもまあアメリカと日本ということをテーマにしている楽曲だったりするんですけども、まあ反戦というテーマで捉えるとライジングサン、風の勲章かなと思っております。これは日本の戦後のことを言っておりますよね、うん、歌詞の中で焼け跡の灰の中から強く高く飛び立った落ちてゆく夕日めがけ西の空を見上げて上を枕に敗北をバネに風向きを道しるべに駆け抜けてきたということで、日本っていうのはね確かに1945年に敗北した国というかね、ある意味負けてしまったというところですよね。ただそういったことをバネにして今は立ち上がってきて奇跡的な成長を繰り広げてきた日本ではあると、まあそういうことを言っているんですよね。ただね歌詞の中でも過ぎ去った昔のことと子供たちに何一つ伝えずにこの国何を学んできたのだろう、飽和した都会集う家は遠くブラウン管の前でしか笑わぬ子供といった現代の社会問題というものをこことで唱えてるんですよね、うん、やっぱりこうやって、奇跡的な戦後復興を、遂げた日本というもの、その何十年か経ってから、そういった、過去の、なんかあの苦しみとか過去のそういった出来事というものをある意味ですねこうないがしろにしてというか、考えてるようで考えずに、まあ、今の豊かさにこう溺れて生きているということ、物質的にも豊かになって、そして子供たちはブラウン管の前でしか笑わなくなってしまったと、このままでいいのかということですよね。まさに平和ボケというのがね非常にこれ分かる曲ですよね。何のために先祖がじゃあ戦争で戦ってきたのか、そういうことっていうのは、まあ、やっぱりこうもう意識として持っていかないと、うん、いけないわけですよね。そこにこうやっぱりあぐらをかいていてはね良く
ないということですよね。やっぱり僕はそのね、戦争の映画とかね、過去の映画とか、まあ資料とかを見るということ自体はすごく僕は有意義なことだと思っております。個人的にはね、そんなことを考えながらこの曲を聴いておりました。はい、そして続いてですね、初秋ですね。まあこれもね、まあ反戦かということを言われてるわけではないんですけども、やっぱりこれはすごく僕は出だしの歌詞で、戦火に倒れた恋人を抱きしめて泣き崩れる男を映すテレビニュースという歌詞が出てくるんですけど、なんかこれまさに今の時代のこのロシアの映像とものすごくね、なんか重なるというかね、映像というかね、やっぱり現地のこの今ニュースとかを見てる中で、そういったなんかね、亡くなって何人もの人が犠牲になってということが、まあニュースとして映し出されていて、それがなんか今リアルに起きているっていうことにものすごく僕はこう鳥肌が立ってしまったので、今回ご紹介したいんですけど、このまあ初秋という楽曲自体はその縁の一部にて楽曲アルバムに入ってるんですけども、まあ、その曲自体のテーマはどちらかというと、愛する人というものと、まあ、永遠に一緒にはいられない、いつか別れが来ると、それは人間的な別れというか死別であったりとかもそうですけども、まあ、そういった永遠というものがなかなか存在しえないよねということが、まあ、一貫したテーマにはなってると思うんですよね。だからこそなんですよね、本当に僕のそのね、ライブ配信でロシア問題のことを僕が話した時には、やっぱりこの今プーチンにこの、初秋を聞かせてあげたいというふうにおっしゃってた方もいらっしゃいますけども、まさにそうなんですよね。この戦争のね、やっぱりまあ代償っていうのはもちろんね、当たり前のことですけど、人が亡くなるということはね、まあそれにまあ付随する家族とか友人とかが傷つくこととつながるわけですからね。なんかそういったこのもっと人と人とのつながりとか、人と人とのね、もうなんか人がいなくなるってどういうことやねんということをね、なんかやっぱりこう改めて認識しなきゃいけないのかなというふうに思ったりするんですよね。やっぱり別れというのは絶対来るんですけども、だけどもその絶対来る別れっていうものを、国と国の欲望の果てに行われた戦争によって犠牲にはされたくないですよね。そういうことを僕はやっぱり思っておりますので、今こそ染みる曲だなと思います。そしてですね、まあちょっともう最後になっちゃおうかなと思うんですけど、旅するソングライターに入ってるですね、アジアの、風青空祈りというものですね。これはですね、3部構成になってる曲なんですよね。パート1、風、パート2、青空、パート3、祈りという、構成でなっております。広大な一つの、まあなんかつながってる曲ですよね。一つの物語というかね、なんかテーマ性を帯びた、曲なんですけども、まあ浜田省吾さんも、国家や民族に分断されている人々のこと、そしてかつてそうだったような、無能なリーダーたちが導く悲劇を歌った、これは説明の必要がないんじゃないかなということを言ってるんですけども、まあね、確かにその通りだと僕も思うんですけども、全然関係ないですけど、この間ね、アンネの日記というですね、ユダヤ人の強制労働で犠牲になった少女が書いていた日記の話をですね、元に、まあ、その映画化したアニメーション映画がありましてね、それを僕この間見てきたんですけども、あれもやっぱり無能なリーダーによる、まあ、世界的な、まあ、残虐な事件として、まあ、今も歴史的には語り継がれていますけども、まあ、やっぱりその戦争っていうのもですね、一つ、まあ、世界のリーダーによるですね、非常にですね、残虐、そして欲望の果てに行われた、まあそのね、もう無意味な行為でしかないということをですね、僕はやっぱ思うんですよね。でこのやっぱり青空、パート1、パート2、パート3っていうのもね、すごくそういったところを歌ってるんじゃないかな。特にやっぱ僕はそのパート2、青空っていうところですよね。これは結構なロックチューンではあるんですけども、歌詞の中でですね、透き通る真夏の青空を切り裂いた白い光、黒い雨、あれはいつ日雨降る早春の午後、押し寄せる高波に砕けた未来という、歌詞ね、まあ、これこそまさに原爆の話、それと同時に、東日本大震災の話もしておりますよね。僕自身もやっぱり震災を経験している人間として、そこがすごく僕は浜田省吾さんの歌に惹かれる部分っていうのはあるんですよね。原発っていう問題もね、非常に、まあ、遠くはないというか、原発っていうのも僕の、家のね、まあ、割と近く、まあ、そんなにね、もう まず至近距離じゃないですけども、まあ、近く何キロ圏、何十キロ圏内という中で、爆発した事故で、そういうところを経験して思うのがね、やっぱりこの、まあ、浜田省吾さんのメッセージっていうのはものすごくリアリティを帯びてくるなというふうに思っております。で、まあ、あと歌詞の中に、あまりに多く血が流された、とてつもない悲しみが襲った、あまりに尊い犠牲払った、十分すぎるくらい学んだ、違うかと
違うかのエネルギーがすごいんですよね。まあ本当に十分すぎるぐらい学んだはずなのにまだ繰り返される。まあトータルしてね、まあ何が言いたいかというと、やっぱり浜田省吾さんの歌を聴く、反戦とかをテーマにした歌を聴くというのは、一つ我々が共通認識としてこういった脅威というものはそんなに遠い話ではないということ、そしてそういったものを踏まえた上でより身近に誰かを愛したりとか、身近な人をもっと愛おしく思うよということが、僕は浜田省吾さんの今まで紹介してきた歌の中で一貫して言えるメッセージだと僕は思ってるんです。まあ尾崎豊さんの動画でも僕よく喋ったんですけど、尾崎豊さんも反戦反核でも一体僕は何ができるのか、そんなことは分かってるけども、やっぱり目の前の人を愛することに注力したいということを言ってます。でもやっぱりそこにはね、反戦とか反核、まあその反核とか戦争によって失われる可能性のある、まあ愛する人たちというものをちゃんとこう思っていること、それが自分たちのテーマであるということが、尾崎豊さんの僕は曲の中での、まあ、一つのなんかメッセージだと思ってるんですね。で、尾崎豊さんもやっぱり浜田省吾さんに憧れてる部分はやっぱあるので、そこが僕はすごくなんか同じだなと思ったりします。なのでやっぱりこういった脅威っていうものを、まあ鵜呑みにして怯えろというわけではないけども、ある程度人のね認識して、だからこそよりもっと身近に人を愛したりとか、もう我々の身近な日常っていうのをどう生きるかってことを考え直すきっかけになればなと思っております。はい、ということで長くなってしまいましたが、今回以上になります。ぜひ聞いてみてください。ありがとうございました。